本当ね、もう性格も出るし、うん、その人のセンスもねそれぞれ違うしさ、うん、本当に面白いと思って全部投げちゃうっていうのもね、うん、本当他力本願で、ジャケットの監修もしてない、音楽の監修もしてない、人を集めただけ、うん、アーティストもね、結構面白いアーティストが出てたりね、うん、本当にありがたいことも面白いね、経験、実験をさせてもらった感じで、あ、実験って実験、実験、本当実験だよ、うん、で絶対 NG は出さないって約束だから、本来のその徹夜のなんかその、うん、俺の領域は誰にも譲らねえみたいなのとは真逆の話だよね、真逆、うん、あ、そうだね、そういうとこあるよね、この人はそう、うん、この人はそうだったけど、でもなんか変わったのかもしれない、こっから、こっからここ俺の場所だから絶対入んねえでねっていうところを持ってる人だから、うん、それ割とその手線のサイズでもガッチガチにアレンジとか固めちゃって、うん、実はちょっとでも違うことやられるとそこ違うよみたいなのが今でもあるの、うん、だから自分の中ではそれ本当なんかね、今回のって大きな一歩というかね、そう、実験というよりもそれは一つなんか一個大きな壁を乗り越える、うん、なんかその話は どうやって湧いてきたの、いや、自分からは出ないでしょそれ、うん、でもね実はねこの人が出すと思われるけど、リミックスっていうものには興味はあったのね、いつかやってみたいなって、うん、あのロックバンドをずっとやってきたけど、実はそのテクノとかハウスとかっていうのもかなり系統してるから、うん、音楽的にはなんかそういうものをやってみたいなってのあったんだけど、でもなんかそのきっかけがつかめなくて、でなんか飲みの席でね、ある人がね、その飲んでた人が、うん、匠くんっていう、山田匠くんって言って今、ペニシリンの千里くんとか、あとはダーザインとか、いろんな人をやったりする、うん、クリエイターがいて、うん、俺の曲をあのリミックスしてみたいんです、やらせてくださいみたいな言ってくれて、それがきっかけになって、じゃあそれやってもらっても1曲じゃね配信くらいしかできないし、ねえ、せっかくやってくれてもなと思ったから、それをきっかけにじゃあこれ勢いに乗っていろんな人にお願いしてミニアルバムぐらい出してみようと思ったの。そしたら10人集まったのね、まあ、アルバムやね、そう、そんであのなんかじゃあどういうきっかけってなんかこじつけできないかなと思ったら、ソロ活動始めて10年目だった。なるほど。そう。徹夜のソロも10年。すげえね。そう。10年ってなんかあるんだね。ほんね。ほんで、なんかその品番ね、つけるときに10作目だった。本当。うん。なんかいろんな10にかかることがいっぱいあって、これはなんか必然だったのかなと思って。うん。ジンザロもね。そう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 だよね。本当に。繋がっている。繋がってるんだ。チェーンしてるんだよね。チェーンしてる、本当だよ、チェーンしてる、チェーンしてんだよ、うん、あ、けどそのリミックスっていうことを考えたら、うん、あの何年か前から、うん、その CD 音源持って一人で 歌いに海外に行ってる、うん、そういうところもあってじゃない、あ、そうかもしれないね、そうかもしれない、うん、そういうことがあったから逆に流すとね、受けたってことですか、うん、あ、イメージ、それは俺がやることじゃないっていうようなところじゃなく、うん、受け入れられたきっかけはそういうところもあったのかもしれない、うんうん、だからだってそれを話聞いただけで不思議やったもん、あの徹夜がって思った、うん、もう今思った、うん、最初はそうだから、モスクワに一人でって最初ね、朝日ちゃんが手伝ってくれたんだけどね、力貸してくれたんだけど、うん、そうそうそう、そうけど、ね、やっぱりステージ周りってB 型の人が中心に動いてる。あなたは結局何型だったんですか？俺は大型やね。お俺もなんか、あ、近いところあるなって周りの B 型見てて思ってて、いや絶対俺は違うって思ってた、この人 B 型はないって思って、あの俺がテストナンバーやってる時代は、まあ、血液型不明だったの、うん、でもう俺は絶対血液型を知らないと、そのまま過ごすとかまだ言ってはったけど、で36、7ぐらいの頃かな、なんかのタイミングで献血行ってみようと思って、献血行って、うん、で、血液型を調べるためにも行ったんだけれども、うん、そしたら大型でした、私。それを一番ショックだと思ったのは、デンやと思って、あいつは絶対大型にはさせへんって言って、大型にさせへんって言ってた。そうそうそう、デンが大型やから、デンも今のマタロウと同じように、うん、あいつは絶対俺と同じ血液型ではない、俺ね、でもね、俺
ずっと自分は大型なんじゃないかって思ってたんだよ、調べるまで。いつまでですかそれ。中学生ぐらいまでかな。結構遅い。そう、 OB の B なの俺。俺もそうなんだ、うん、俺も父親が B 型で、うん、母親が O 型で。あ、それが一緒一緒、うちもそう O 型、うん、そうなんだ、うん、大型やったらデンさんショックっていうそれが一番面白いけど。だけどとにかく B 型はすごい。え、何年ぐらい、その小さなマイルワールドがほんとすごい。俺そうでもないかなと思ったら、いや、とんでもない、とんでもないですよね、うんうんうん、すごいよこの人も。この人のもうこだわりの塊は、そんなにこだわってんのかな。ある部分はすごいけど、うん、でこだわりといえば、いや、あの岡本さんすごい、うん、変なところ、うん、変なところ、いやいや、けどあなたほどではないよこのこだわりの塊だなっていうふうに俺は感じてあの曲が書けたんだ、青い日という曲が俺のこだわりなんだ。青い日と青い日っていう曲が、あの、あれ、ええ曲なんですよ、うん、この間やったのかな、ここだ。青い日と情熱サイレンがもう、あの、マタロと一緒にやってる時にマタロをイメージしながら書いてる。だからか分かるけど、ドラムすんなり決めれたはずや、うん、その2曲を、うん、もう決まった時点でこれでええんちゃうっていうのはもう本性伝わってたみたいな感じ、うん、曲を書く時、まあ、基本やっぱり歌詞のテーマだったり、うん、伝えようとする核の部分をがひらめかないとできない、出来上がんないし、生まれてこないわけだね。あ、でもね、リョウ君はそのタイプだよね、うん、あの曲と詞を読んで聴いてればわかる、なんかそのメッセージ的なさ。大体でも、うん、あのリズムがパターンがブルースみたいなから入ってくる人じゃない、うん、こう、そう、リョウさん、あのさん、遅い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 って言ってそれテスラマちゃうで言って眠りから上げてったりするいや、詞がいいんだよな、なんか、なんかさ、俺らもうとっくのとにさ、うん、なんか大人に なっちゃったけどさ、うんうん、だけどなんかね、青春っぽいんだよね、なんかこの人だけ、なんかね、甘酸っぱくていいんだよね、うん、思い出すっていうか。ありがとうございます、うん、まあ、ともすれば、少し恥ずかしいっていうような歌詞を堂々とボーンと持ち出してくるのはあった、うん、いや、だからいいよね。いや、よく言ってくれたらそういう言い方だけども、うん、悪く言ったら幼稚なんだよね。幼稚は幼稚だね幼稚ってのはもう感じだけどね。デンは多分幼稚って言うと思うけど、うん、俺はあのこっぱずかしいことを堂々とこんだけ言えるっていうのは、うん、まあ、なんか素敵な人よねと思う。いや、俺は好きだね。ありがとうございます、うん、俺はあんまそういう詩書かないから、うん、なんか羨ましく思うね。俺なんか小難しいんだよね、俺のはね。小難しいって言い方だな、俺、うん、あ、妙なこだわりやろ。けど持ってるのは持ってるもんね。実験音楽、実験音楽ってこの人も実験バンドを2年ぐらいやったことあるんですよ、一緒にね。全員味方に、全員味方バンドすごかったね、あれはカオスだったね。2年で5曲、うん、こだわりすぎて無理無理って、うん、あとはね、そのこだわりの中でね、作曲しないっていうのがあって、ジャムで降ってきたのみもののみを採用っていうさ。だからずっとジャムしてたね、うん、だからずっとなんかちょっとおかしいな人っぽい、うん、でも決まってるの1番2番3番決まってないみたいなノリやったから。そうだね、うん、だからその70年代的な作り方だったんだよ結局は。インサロビーで酒飲みながら、酒飲まなかったけどね。あ、ほんと、うん、酒終わってからしか飲めないけどね、うん、だからナチュラルでそこに。そうそう、そんなにいかれへんけど、うん、うん、そういうのもやってたりありましたね。もう二人とものね、そういった部分、まあ、それもある意味青春だよね、うん、そのぐらいの時期、年齢の、うん、同い年ぐらいのやつらが集まんないと絶対できないことだよね。そうだね、確かにね。じゃあ一度その飲み屋で15人中11人右肩つまって、うん、なったね。ここもおったし、マジで朝日もおって、うん、ヒロキもおって、タイゾウもおって、あ、うん、ヒース、うん、X ジャパンヒースもおって、うん、ほぼほぼ B 型で、うん、B 型の人って言ったらみんな手を挙げるから。そうで、AB 型がデジベットの伊勢さんだけやったから。うん、うん、で、あと、もう一人大型デンさんがおったんかな、あの時。でも、みんな B 型やん、全員自分のことしか喋ってないもう、デンとか伊勢さんがもう疲れんだよB 型もう嫌だって伊勢さんきっぱり、僕は B 型嫌いって言ったからでしょうねって思う素敵だけどね、みんな、ほんと
とそうなるよなって。うち11人やん。でそこの店のマスターも B 型やった。おおマジだ。ちなみにジグゾのボーカル高野哲も B 型。あれ B 型、バッチリ B 型。あらまあもう俺の知っている、ザ B 型の完成形と言ってもいいんじゃないかな、うん、なんか変なこだわりやりそう。すごいよ。いやだよ、ほんとそうだよね。ワンアンドオンリーなバンドばっかりだよ、うんうん、それを10年になってきたっていうこのイベントはごっつい面白いよね。振り返っても、まあ、今年出てもらえなかったバンドも、たくさんいて、ほんとだったら全部出てほしかったみたいな、うん、今まで参加してもらったバンド全部出てほしかったけど、もちろんもうなくなってるバンドも10年もやってたら全然いてみたいな、うん、そうだよね。そうか、うん、けどその人がまた新しいバンドをこういう形でやっててみたいなので、うん、今年はこういう形で参加してもらうみたいなのももちろんあるけれども、うんうん、見どころとしてはチッタの 3Days はですね、あの1日目2日目3日目と全部カラーが違うなと自分は思うんですよ。あ、もう出演者の、うんうんうん、で1日目に関してはちょっとね、ダークな部分を、はい、持ったバンドが、3つほど出るかな。なのでちょっと初日の盛り上げとしては最高なんじゃないかなと。その序盤みたいなところで、はい、で2日目に関してはそのバイセク出るし、アップビート出るしみたいな、で小田哲郎さんも出るし、ダイナソーの樹海さんも出るし、ダイナソーの樹海、ロールビーダイナソーの樹海、で3日目はねもうザ・チェーン・ザ・ロック、3日目、うん、3日目です。はい、こうもうこう最初の年になんかこうチェーン・ザ・ロックってこんな感じのイベントだなっていう雛形が出来上がったのが、まあ3日目に集まったメンツなんじゃないかっていうぐらい、すごくチェーン・ザ・ロックらしいメンツなのかなと思いますね、うん、10年という時間をかけて出来上がったちったの3日間が目前に迫っているというふうに捉えてですね、はい、あ、10年間かけたらこういうイベントになるんだねっていう、うん、なんかもう一個の出口だと思っているので、うんうんうん、それをちょっと体感しに、見に集まってほしいなと思う次第でございます。もう最後のセッションで泣いちゃいそうだね。あ、泣こうですよ、泣こうよ意気込みを聞こう思ったらそれ言ってしまったね。ああ、そうか。いや、そういうことやろ。それはね、勝手に溢れてくる涙を、うん、恥ずかしがろうよそれを恥ずかしがるために俺はじゃあここで宣言しよう、うん、目薬を持っていくいいなそういうとこ領事らしいよね今聞いたみたいな今後もね、またこれが復活するか、先ほどちょっと言ってた別の名前でまた何かをするのか、まあ、それはまあこれからのお楽しみということですよね、うんうん、そうだね。まあ、ほんでさ、なんかもうみんながね、毎年楽しみにしてたものがなくなってちょっとポカーンと心に穴が開いてしまうわけだからさ、なんかそこに出てた出演者とかがね、じゃあ次になんか自分でイベントやってみようかなみたいなやつが出てくる可能性がある。それがまた結局チェーン・ザ・ロックなんだよね、うん、繋がってる、うん、だからチェーン・ザ・ロックっていうイベントが終わるけれども、うん、別にこの繋がりが消えるわけではない、うん、おかっけいいよね、その遺伝子が残るからさ。そういうことだよね。いつもの岡本良純になってきたよ、うん、そうね、今自分の中すごい不安だよ。ほんとさ、チェーンザロックフェスティバルって名前がいいんだよ。ほんと繋がっていくっていうさ、こういうね、チェーンザロックスピリット、うん、これからも大切にお願いしたいと思いますので、まあ、今回はじゃあこの辺でこのイベントの成功を、まあ、祈りつつです、はい、お別れしたいと思います。今日のゲストは、りょうさん、そして哲也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
TOKYO BORDERLESS TV